ピッチは絶好。キックオフの笛です。画面に向かって右にエンドを取ったヴィッセル神戸、反対側左にエンドを取った湘南ベルマーレ。いけいけドリブル、ドリブル、シュート、高田康之、松丸、チェ・ソン、ビロードのようなボールタッチ、ボールを囲んでいきます。サナブリ、10分過ぎました。シュート、伊藤、ヤブ、最後のところで崩せない。スペースを埋めないと。ヤブ、伊藤、前園、気をつけなければいけません。ドリブルで上がる、折り返した。ハイボールを競り合う。合わせた。ヤブ。ガンガンプレスをかけます。届かない。ヘッドでつなぐ。クロス。オフサイドにはならなかった。センタリング、走り込んできた、シュート、若田、コーナーキックです。さあここからどう攻める、かぶってしまった、コーナーキックです。さあチャンス到来、マイナス方向へのパス、さあここからどう攻める、
シュート。壁の選手を投げているのでしょうか。松原チェックサイン。渡田。おっと、前半終了の笛です。さあ、後半戦キックオフです。堀。キーパーの指示が伝わっていないのか。高田康之。チャンスボールになるか。ゴール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 。預けて、ワンツー、速攻。ドリブル。松原。重なってしまった。オフサイドはない。ボールを囲んでいきます。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。オフサイドを取られました。サナブリア。高田康之。後半25分。ドリブルで上がる。チェッソン。ガンガンプレスをかけます。シュート。松原。サカ。シュート。
横にそれてしまった。選手交代がありました。そっち。いっていってドリブル。高田哲。いっていってドリブル。シュート。高田。ナイスファイト。前を見ている。レッドカード。サナブリー。さあどちらがボールを支配するか。アイゾン。これはイエロー。監督も心配そうに。白井。宮田。宮を狙った。ヴィッセル神戸1点を死守しました。それでは田島さん、試合